こんにちは。衆議院選挙をやっと始まりつつありますね。1年半ですかね、福岡維新のメンバーとして特別党員になってまして、その中で本当ね、勉強させてもらったというか、いろんな活動に参加をすることができてですね、今それこそ選挙で戦ってらっしゃる方も多数ですねお会いすることができました。今はですね、党員じゃないので一緒に活動は今ですね全くやってないですけども、個人的な目線から見た各立候補されている方々の、これまでの私との個人的な関わり合いから、どういった方かなというのを考察してみようかなというふうに思っています。これがね少しでも選挙に参考になればというふうに思います。福岡6区の福成健太さんですね。彼は本当に久留米駅、JR 西鉄、夢タウンの前とかですね、一緒に定期的に、挨拶、街頭演説したりとか、長い時間ですね、活動をさせてもらいました。純粋にいい人で、学もあって、知識が多い、どちらかというと理論派なタイプですね。なので本当すごく政策、国の方向性とかそういったものを考えるものに関してすごくプラスになる議員さんだと思います。国のためにとってもですね。ただ今までその議員の仕事をしたことない、コンサルティングのお仕事をメインでされてあったので、いわゆるその、何ですかね、言葉で語りかけて、人の心をつかむとか、パフォーマンス的な、ちょっとその、政治家としての本当の、必要なものというよりは、その政治家になるための、選挙に勝つための、っていうところがですね、彼がちょっと弱いところかなというふうに思います。これは初めて出る人はみんな多分そうだと思うんですよね。でも本当にぜひなっていただきたいなというふうに思ってます。で、他のところで言うとですね、同じく維新の会に所属してたとしてる方で、安倍さん、福岡4区だったかな、でから多分立候補する、衆議院立候補する方なんですけど、この人ですね、もう本当癖がある方で、私も初めて、博多のね、駅の前で凱旋を月に1回とかやってるので、お会いした時は、なんかね、すごい暑い夏場だったので、日陰をね、探してたら、ああ、日陰があった。なんかちょっと地下鉄の空気の出るところみたいなところの建物の脇にちょっと日陰があったんで、そこでいたら、その安倍さんがいらっしゃって、どんな経緯で維新に来たのかとかね、いろいろ話をさせてもらったんですよね。その方の経歴とかもさ、話させてもらって。最初なんか気さくな方で話しやすい人かなとかって思いつつも、なんか途中から話が、なんか維新の文句じゃないですけど、維新は、寄付、うちら地方議員は確か 6% ぐらいだったんですよ。お給料に 6% をどっか寄付しないといけない。しかも地元じゃないところに。で、国会議員さんはもっと高いみたいで、それがなんか1割近くあった、8% か1割かちょっとわかんないですけど、そのくらいあって、だからお給料自体もでかいので、なんぼですかね、2、300万ぐらいもらってると思うんですよ、お給料。その1割ぐらいだったら20、30万ぐらいね、寄付しないといけないです、じゃないですか、毎日。で、それがすごいんだよと。で、その時ちょうど能登半島の地震の後だったので、維新が、馬場代表ですかね、寄付しようと、いつもの給料パーセンテージの寄付以外に、1人200万ぐらいですかね、集めて、地震の災害地に寄付しようっていう話があったみたいで、その寄付を した話とかで、もう本当にお金がね、ちょっとかかるというか、金銭的なもので一番 大変な党だよみたいな話をされて、それは私はなんかすごく意味で、ある意味、
まあ、いい話としてね、受け取ったんですけど、本人は悪い話として多分されてたと思うんです。はい。で、その、あと私もごたごたがあって、福岡一緒のそのオンライン会議の中で、まあ謝罪をした時は、に、その安倍さんがですね、本当なんかもう本当チンピラみたいな、言葉遣いで、私のことを社会に出たことないんじゃないかみたいなことを発言したりとか、これは私もこの法律は賛成したんだと、だから同情者も罰に取られるんだみたいな、その全然関係ないことを言い出したりとか、本当ですね、性格悪い人だなというふうに思います。こういう人には本当に国会議員にはなってほしくないですね。はい。あと、まあ、一番、大木町の議員やってる中で、顔を合わせる、いろんなイベントの時に、挨拶をされる、まあ、鳩山二郎議員ですね。お若いのに国会議員、衆議院されてるということで、まあ、お話しする機会もあったんですけど、まあ、あんまり本音を出すようなキャラクターではないので、本当はどういう人なのかっていうのはちょっとわからないんですけども、イベントごとに挨拶をするじゃないですか。お祝いの言葉だったりとか。その時のネタが、だいたいいつも一緒なんですよね。熊本の、大雨の時に橋が壊れました。本当に映画で起こってるようなことが実際に起こりましたとか、自分の子供の名前は、その場所場所で、だいたいいる方の名前から取りましたみたいな、笑いネタみたいなのも、いつも同じパターンで、毎回それを5年ぐらい聞かされてる身としてはですね、やっぱりきちんとその時の、事情が違ってる問題、課題とかの話をやっぱするべきだと思うんですが、そういう保存ネタしか言わないので、いや、これはちょっと本物の政治家じゃないなと私は思いますけどね。まあ、それが選挙に勝つコツなのかもしれませんけども、私が、なってほしい国会議員像とは違うなというふうに思います。はい。というところですかね。あと維新の方は結構ね、たくさんの方あったんですけど、正直そこまで仲良くお話ね、できる機会もあんまりなかったので、1年半だったので。だからね、その他の方はちょっとまだわからないっていうところが本音のところです。以上です。まあ参考になれば、どうぞ。